広報岐阜、2018年3月1日号寒さの中にもようやく春の兆しが見え始めるこの頃です。皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう。子供は社会の宝、子育てを応援しています。市民の皆様と共に岐阜を動かす街づくりを 岐阜市長柴橋正直。催し。FC 岐阜2018シーズン開幕記念写真展選手トークイベント。などのご案内。お知らせ。全国一斉情報伝達訓練に伴う防災行政無線を用いた試験放送を行います。 国民健康保険に加入の皆さん、4月からは新しい保険証のご使用を。その他、案内。第15回全日本学生落語選手権昨年大賞をテレビ放送。長良川国際会議場見学相談会。などのご案内。以上です。 子供は社会の宝、子育てを応援しています。市では、入児保育、延長保育や、病児、病後児保育など、多様なニーズに応じた保育を実施し、保護者の子育てと仕事の両立を支援しています。市内の保育所、保育園などでは、 保護者が仕事や病気などの理由で子どもを一時的に預けたい時に利用できる一時預かり入園前のお子さんを持つ保護者を対象に育児に関する不安や悩みを相談できる子育て相談を実施していますまた園庭開放や絵本などの図書貸し出し 同年齢の子供たちと一緒に遊びや基本的な生活を体験できる体験入所もありますのでご活用ください。これからも市は地域の子育てを応援し、子育てしやすい町を目指していきます。なお、各制度、サービスの詳細については、岐阜市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、子供保育課、 電話番号214-2143岐阜市子育て応援アプリ妊娠、出産、子育てに必要な情報をいつでもどこでも簡単に知ることができる子育て世代応援アプリぜひご活用ください内容子育て支援情報子育て施設情報 イベント情報など、入手方法、お使いのスマートフォンやタブレットにダウンロードしてください。ダウンロードは無料です。ウェブ検索は、岐阜市子育て応援アプリ、問い合わせ先、子供政策課、電話番号214-2397、市民の皆様と共に、 岐阜を動かすちづくりを岐阜市長柴橋正直岐阜市長就任にあたり市民の皆様に一言ご挨拶申し上げます初登庁を経てその責任の大きさに改めて身の引き締まる思いです市民の皆様の声に耳を傾けながら誠心誠意謙虚な気持ちで職責を果たす決意です 岐阜が動いたと実感していただけるちづくりに取り組みます。まずはじめに、岐阜都市圏づくりの観点から、近隣市町との信頼関係に基づく広域連携を進めます。相互に課題を提起し、共同による連携、ちづくりに取り組みます。さらに、岐阜県はもとより、愛知県、名古屋市との連携を進め、 三大都市圏の一翼を担う岐阜都市圏の価値を高めます。市政運営においては、安定と変革を両輪とし、行政の継続性を尊重しながら、岐阜を動かすための新しい施策にも果敢に挑戦します。二元代表制のもと、市議会との真摯な議論を積み重ねます。職員との対話を大切にし、 活発な意見交換から導き出される英知を結集して、一年勝負との緊張感を持った組織へと共に発展します。そのための政策として、住む人、来る人、働く人を増やす成長都市を掲げ、岐阜駅周辺や柳瀬など中心市街地の再開発の推進、教育、子育て環境への積極投資、 高齢社会を安心して暮らせるまちづくり岐阜城など岐阜の地域資源を生かした本物志向の観光まちづくりに取り組みます町の力は市民の皆さまの力です共に岐阜を動かしましょう今後のまちづくりに市民の皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします催し FC ギフ2018シーズン開幕記念写真展選手トークイベント新時代を開く日時1展示3月12日月曜日午後1時から16日金曜日午後5時まで2イベント3月14日水曜日 内容。1、FC ギフ写真展、選手プレイ映像放映など。2、選手トークイベント。午後6時30分から7時30分まで。6時会場。入場は先着200人。参加者に選手からのホワイトデープレゼントあり。シュートスピード測定。 午後3時から6時30分までマスコットギッフィー登場など佐藤慶次郎作品展示谷川俊太郎トークイベント不思議な世界が体験できる造形芸術家佐藤慶次郎さんの作品展示と信仰のあった詩人谷川俊太郎さんのトークイベントを開催 佐藤圭次郎作品展示。これは不思議だ。35年ぶりの展示となるフィンガーバード。金属端子に触れることで電子音を発生させるエレクトリックラーガ。時期による作品、回転シーソーなどを展示。期間。3月13日火曜日から30日金曜日。 27日火曜日を除くの午前10時から午後7時まで、30日は午後5時まで。記念トークショー、谷川俊太郎さんと佐藤慶次郎さんの不思議詩人、絵本作家など幅広く作品を発表し続ける谷川俊太郎さんのお話や詩の朗読、 谷川さんへの質問コーナーなどを予定。日時、3月18日日曜日午後2時から90分程度。なお、椅子100席先着順は午後1時開場。その他、立ち見観覧自由。内容、出演者。第1部、谷川俊太郎が語る。 佐藤慶次郎の世界。谷川俊太郎さん、古川秀明さん、全岐阜県美術館館長、進行役。第二部、谷川俊太郎質問箱。谷川俊太郎さん、古川秀明さん、吉成図書館長、進行役。詩人、谷川俊太郎著書作品展示。 期間、3月1日木曜日から31日土曜日まで。場所、中央図書館内。共通、場所、つかさ町40-5、岐阜メディアコスモス。参加費、観覧料、無料。イベントの内容など詳細は、岐阜メディアコスモスホームページをご覧ください。 問い合わせ先、岐阜メディアコスモス事業課電話番号265-4101。柳瀬健康フェスタ、梅見て歩こう岐阜の町、参加無料。日時、3月11日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、 劇場通り北ワクワクステージ岐阜高島屋東ほか、イベント参加ごとに抽選券を配布、当選者には健康グッズをプレゼントします。内容、ステージイベント1簡単エアロビクス午前10時45分から11時15分まで2 健康づくり特別講座。何歳からでも、体が自然と動きダンス。午前11時30分から午後0時45分まで。日常生活の動きを取り入れたダンス体操。講師、石井栄二郎さん。運動研究家。三、梅干しの種飛ばし大会。 午後1時から1時30分まで。4、しなやかな体を作るバレトン。午後1時45分から2時30分まで。チャレンジ健康測定。午前10時30分から午後3時まで。1、雑巾絞り握力テスト。2、甘くてしょっぱい味覚テスト。 3. お楽しみ抽選会。街中花見歩きウォーキング。コース。A. 柳瀬商店街から水道山散策コース。約9キロメートル。午後2時15分会場帰着予定。定員40人。B. 柳瀬商店街から梅林公園コース。 約 3km、午前11時45分、会場帰着予定、定員30人。C、柳瀬商店街コース。約 1km、約20分、定員なしのいずれかにご参加ください。なお、雨天時にはコースを変更します。受付。A、B は、 午前10時からステージ横で受付開始。先着順。出発10時45分。C は随時受付。最終受付午後2時。持ち物。タオル。飲み物。帽子。リュック。歩きやすい服装と靴。A のみ軽食。なお、 ノルディックポールは無料で貸し出します。ポールを使わない人も参加か。問い合わせ先、柳瀬健康ステーション、電話番号264-6766。科学館プラネタリウム新番組、期間3月3日土曜日から、 5月27日日曜日まで We are stars とある遊園地皆さん宇宙の不思議をその目で見たくはないかなお客さんをテントに呼び込むショーマスターの声が響く宇宙の歴史と皆さんのつながりを教えて差し上げようそのテントの中にあるタイムマシンで皆さんを 万物が生まれた場所へといざないます。時間を遡り、地球が生まれる前にタイムスリップです。星々がまだ輝き出す前、時間の始まりへといざ出発。時空を超える旅へとご招待します。投影時間、火曜日から金曜日、午後1時からと午後4時から、 土曜日、日曜日、祝日と春休み期間、3月27日火曜日から4月8日日曜日まで、午後1時から。なお、投影がなくなる場合があります。観覧料、高校生以上610円、3歳から中学生まで200円。 なお、市内在住の中学生以下は無料です。休館日、月曜日、祝日和会館、祝日直後の平日、場所、問い合わせ先、本条3456-41、科学館、電話番号272-1333、 お知らせ。まずはじめに、全国一斉情報伝達訓練に伴う防災行政無線を用いた試験放送を行います。緊急地震速報やミサイル発射情報など J アラート、全国瞬時警報システムで送信される国からの緊急情報を 確実に市民の皆さんへお伝えするため、防災行政無線の試験放送を行います。日時3月14日水曜日午前11時から放送内容チャイム音これは J アラートのテストです。3回こちらは広報岐阜です。 チャイム音、直前に試験の実施についてお知らせします問い合わせ先防災対策課電話267-4763番です次は国民健康保険に加入の皆さん4月からは新しい保険証のご使用を 新しい国民健康保険、被保険者証を3月末までに世帯主宛に簡易書き留めで送りますので4月1日以降は新しい保険証青色をお使いください古い保険証紫色は破棄してください保険証は 2月中旬の世帯状況をもとに作成しています。3月末までに届かない場合はお問い合わせください。年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する75歳に到達する人や退職者医療制度の対象から外れる人は保険証の有効期限が異なります。 別途有効期限の到達前に新しい保険証をお送りします特別な事情がなく保険料を一定期間滞納している世帯の人には資格証明書をお送りします国民健康保険高齢受給者証の有効期限は7月31日または 75歳の誕生日の前日です。新しい保険証と一緒に引き続きご使用ください。4月2日以降に70歳になる人には、誕生月の下旬、1日が誕生日の人は前月下旬にお送りします。8月1日以降有効の高齢受給者証は、 7月下旬に世帯主宛にお送りします。後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日です。問い合わせ先、国保年金課電話214-4315番です。次は、医療機関入院時の 食事自己負担額が変わります。4月1日から国民健康保険法の改正により、住民税課税世帯の人の入院時食事療養費が1食につき360円から460円に引き上げとなります。ただし、指定難病、 小児慢性特定疾病にかかる医療のため、または平成28年4月1日時点で、すでに1年を超えて精神病棟に入院している人は、1食260円のまま据え置きとなります。住民税非課税世帯の人も据え置きとなりますが、限度額適用、 標準負担額減額認定証を入院時に医療機関に提示する必要があります。必要な人は申請してください。問い合わせ先、国保年金課電話21、214-2083番です。次は、下水道事業、受益者負担金、 第期分割納付を選ばれた人は昨年7月にお送りした納付書で納,書で納めてください問い合わせ先上下水道事業部営業課電話259-7520番です次は 軽自動車税について、原付軽自動車などの廃車名義変更の届け出はお早めに。軽自動車税は4月1日に登録されている人に課税されます。また、月割り制度がなく4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、 年税額全額を納めていただくことになります。廃車や名義変更をする場合は、3月中に手続きを完了するよう、お早めに届出をお願いします。届出先、問い合わせ先、原動機付き自転車、小型特殊自動車は税制化、電話、265の 3908番です。3輪、4輪の軽自動車は、軽自動車検査協会岐阜事務所、電話0503816-1775番です。2輪の軽自動車、2輪の小型自動車は、中部運輸局、岐阜運輸支局、 電話050-5540-2053番です小型特殊自動車トラクターコンバインフォークリフトなどをお持ちの皆さんへ常用装置のある濃厚作業用のトラクターコンバインタウエキやフォークリフトショベルローダなどは 軽自動車税の課税対象です。軽自動車税は所有していることに基づいて課税されるので、路上を走行しない、田畑や工場内でしか使用しない、車両でも対象となります。新規で該当車両を取得した場合、またはすでに所有しているが、 まだ申告が済んでいない場合は、速やかに軽自動車税の申告の手続きをして、標識、ナンバープレートの交付を受けてください。軽自動車税の対象となる小型特殊自動車の企画、農耕作業用自動車、常用、農耕トラクター、 タウエキ、コンバインほか、長さ、制限なし、幅、制限なし、高さ、制限なし、最高速度、時速35キロ未満、総排気量、制限なし、年税額、2400円、農耕作業用自動車以外の 小型特殊自動車。フォークリフト、タイヤローラー、ショベルローダー他。長さ4.7メートル以下。幅1.7メートル以下。高さ2.8メートル以下。最高速度時速15キロ以下。総排気量制限なし。年税額 5900円。問い合わせ先、税制課、電話26、265-3908番です。次は、3月25日日曜日、4月1日日曜日に休日窓口を開設します。年度末、年度始めは、 転出、転入、転居などが増加するため、休日に窓口を開設します。場所、市民課、本庁舎低層部1階、国保年金課、本庁舎高層部2階、税制課、本庁舎低層部2階、取扱業務、 市民化、国保年金化、税制化、子ども支援化、学校指導化、福祉医療化の住所移動届に関連する業務、詳しくは広報岐阜3月15日号でお知らせします。問い合わせ先、市民課・電話214の 番です。次は、ギフッコカード、ギフッコカードプラスは更新が必要です。現行のギフッコカード、ギフッコカードプラスは、有効期限が3月31日土曜日のため更新が必要です。ギフッコカードの更新、 1. 1県内の幼稚園・保育所小・中・高等学校などに在学の児童・生徒がいる世帯は学校などを通じて交付 2. 未就園児など1の対象にならない世帯は交付窓口で交付申請者の本人確認書類 健康保険証、運転免許証などと18歳未満の子がいることが確認できる書類、健康保険証、母子健康手帳などを持参してください。郵送による交付を希望する場合は、各確認書類の写しと82円切手を同封し、 岐阜県子育て支援課へ郵送。岐阜子カードプラスの更新。交付窓口で交付。平成30年3月31日期限の岐阜子カードプラスと18歳未満の子が3人以上いることが確認できる書類。健康保険証。 母子、健康手帳などを持参してください。新規交付者は、交付申請書と本人確認書類、18歳未満の子が3人以上いることが確認できる書類を持参してください。郵送による交付を希望する場合は、前述必要書類と、 82円切手を同封し、岐阜県子育て支援課へ郵送。詳しくはお問い合わせください。共通、交付窓口、子ども支援課、本庁舎構想部2階、各事務所、各市民健康センター、岐阜県子育て支援課、 問い合わせ先、子供支援課、電話214-2396番、岐阜県子育て支援課、郵便番号500-8570、矢蓋南2-1-1、電話272-8077番です。 次は、新小学1年生のお子さんの福祉医療費受給者証をお送りします。新小学1年生のお子さんの福祉医療費受給者証を3月上旬にお送りします。4月1日以降は、新しい受給者証をご使用ください。重度、ひとり親家庭等の 医療費助成や生活保護などを受けている人は除く。3月中旬までに届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ先、福祉医療課電話21、214-2127番です。次は、市育英資金、小学貸付金、 のご案内応募資格市内に6ヶ月以上在住し経済的理由により就学が困難な世帯の子で学校長が推薦する就学意欲のある人決定方法審査委員会の審査により決定仮受けには連帯保証人が必要 返済方法。修学期間終了後、6ヶ月目から返済。貸付金、月額、無利息。高校、高等専門学校を含む。国公率1万6 0円。私立2万8 0円。大学、短期大学を含む。 国公率4万5千円、私立5万4千円。大学院、国公率4万5千円、私立5万円。専修学校高等課程、就業年限2年以上。国公率1万6千円、私立2万8千円。 専修学校専門家庭。就業年限2年以上。国公率3万7千円。私立5万3千円。申し込み問い合わせ先。3月5日月曜日から5月15日火曜日の会長日時に直接子供支援課 本庁舎構想部2階電話214-2396番へ仮受けをお急ぎの場合は4月上旬までに申請してください次は市ひとり親家庭等に対する給付型奨学金のご案内応募資格 次のすすべてを満たす人1平成30年度高等学校高等専門学校専修学校高等課程に入学する2ひとり親家庭や祖父母などに養育されている3保護者が市内に居住し経済的理由により就学が困難である 4. 就学に意欲がある支給人数10人程度経済状況学業成績などを考慮の上選考支給額月額1万2,000円申し込み問い合わせ先3月5日月曜日から4月10日火曜日の 会長日時に直接子ども支援課本庁舎構想部2階電話214-2396番へ先着順ではありません次は国の教育ローンのご案内日本政策金融公庫の国の教育ローンは 高校、短期大学、大学、専修学校、各種学校、外国の高校や大学などに入学、在学するお子さんを持つ家庭を対象とした公的な融資制度です。融資額、子供1人当たり350万円以内。金利、固定、 1> 年1.76%母子家庭などの場合は年1.36%平成29年11月10日現在返済期間15年以内母子家庭などの場合は18年以内保障公益財団法人 教育資金融資保障基金連帯保障人による保障もか詳しくはホームページ国の教育ローンで検索をご覧いただくかお問い合わせください問い合わせ先教育ローンコールセンター電話0570の 008656ナビダイヤル電話03-5321-8656番です案内第15回全日本学生落語選手権昨年大賞をテレビ放送2月18日に開催された 第15回全日本学生落語選手権昨年大賞の当日の模様が NHK 総合テレビ岐阜県内向けで放送されます決勝大会の熱気ある演技をお楽しみください放送日時3月17日土曜日午前10時5分から10時48分変更休止の場合があります 番組名岐阜スペシャル笑う岐阜に福来たる第15回全日本学生落語選手権昨年大賞問い合わせ先は岐阜市笑いと感動の街づくり実行委員会事務局観光コンベンション課内電話番号265-3984番平日の 午前9時から午後5時まで長良川国際会議場見学相談会施設を見学していただき利用方法などの相談をお受けします日時3月12日月曜日午後1時から8時場所長良川国際会議場長良福光 2695-2参加費は無料です。事前申し込みも不要です。来場者には、素品を申請します。問い合わせ先は、長良川国際会議場、電話番号296-1200番です。長良公園大局研教室日時 3月21日水曜日祝日午前9時から10時まで、雨天の場合は中止となります。場所、長良公園芝生広場、定員30人、参加費無料、申し込み問い合わせ先は3月8日木曜日午前9時より、電話または直接長良公園管理事務所、 ながらあざじょうのうち1466のじゅ電話番号232-6709番へお願いします先着順となりますノイ式公園 SNKK テニス教室日時3月21日水曜日祝日午前9時から11時場所 公園テニスコート対象者定員小学生未経験者も可能です20人参加費は無料です前日午後5時発表の天気予報電話番号177で降水確率50%以上の時は中止となります中止のお知らせは、 SNKK ホールディングスホームページでご確認ください申し込み問い合わせ先は3月10日土曜日午前9時から18日日曜日午後5時に電話または直接野意識公園管理事務所野意識4-14電話番号240-5475番へ 先着順となります。加納公園 FC 岐阜サッカー教室日時3月24日土曜日午後1時30分から3時場所加納公園グラウンド雨天時はテント内にてレクチャーなど対象者定員小学生と保護者20組40人 参加費無料申し込み問い合わせ先は3月10日土曜日午前9時から17日土曜日午後5時に電話または直接加納公園管理事務所加納丸の内7電話番号277-1201番へ先着順となります 4公園スタンプラリー総伝西公園野意識公園木下公園加納公園でスタンプラリーを開催します各公園のスタンプとキーワードを集めて景品に応募しよう期間3月10日土曜日午前9時から4月8日日曜日午後5時まで毎週火曜日は除きます 場所、総伝西公園、学園町1-93-1、野意識公園、野意識4-14、木下公園、木下町7、加納公園、加納丸の内7。参加方法、各公園配布のチラシに、 4つのスタンプ8つのキーワードを集めて公園職員に渡す詳しくは SNKK ホールディングスのホームページまたは野意識公園管理事務所までお問い合わせください参加費は無料です問い合わせ先野意識公園管理事務所電話番号240-5475番です 3月1日木曜日から7日水曜日は春季全国火災予防運動平成29年度全国統一防火標語日の用心言葉を形に習慣に火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり火災予防意識を高め火災による高齢者などを中心とする 死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐため、春季全国火災予防運動を実施します。期間中に今一度ご家庭の防火対策を見直してみましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。1、寝たこは絶対やめる。2、 ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3. ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4. 逃げ遅れを防ぐため住宅用火災警報器を設置する。5. 寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐため防炎品を使用する。6. 火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する。七、お年寄りや体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制を作る。焚き火の不始末による火災に注意しましょう。一、消火の準備をする。二、監視人を置く。三、 少量ずつ焼却する。4. 強風時は実施しない。5. 焚き火が終わったら確実に消火する。なお、屋外で焚き火などをする場合は、火災予防条例により消防署長への届出が必要です。実施場所を管轄する消防署へ届出をしてください。 平成29年火災件数火災件数107件昨年より3件減少内訳建物64件内住宅41件車両15件林野1件その他27件主な火災原因1位 放火、放火の疑い、22件。2位、タバコ、20件。3位、電気関係、14件。火災予防運動関連の主な行事。高齢者防火訪問、春季。車両火災予防運動に伴うバス等立ち入り。問い合わせ先は、消防本部予防課。 電話番号262-7163番です。2018戯教ファミリーコンサート魔法 .com 日時3月18日日曜日午後2時開演場所長良川国際会議場長良福光2695-2 出演者、四季、高谷光信さん、ボーカル、八田彩香さん、阿川健一郎さん、還元学、岐阜県公共楽団、司会、松本有さん、曲目、映画、ハリー・ポッターより、ハリーの不思議な世界、デュカス、魔法使いの弟子、 被災史上物もののけ姫ほか、なお、恒例の指揮者コーナー、義教ジュニアオーケストラによる演奏もあります。入場料、親子、大人一人と中学生以下一人、1500円、一般、1000円、高校生以下、800円、当日は、各300円増しとなります。 なお、未就学児は入場できません。前売り場所、長良川国際会議場、昭英堂楽器、マーサ21、チケットピア、P コード103-263、議協事務局及びホームページなど、問い合わせ先は、岐阜県公共学団事務局、電話番号、 244-0150番です岐阜ファミリーパーク祭りファミリーフェア日時3月21日水曜日祝日午前9時30分から午後3時30分参加無料ですが一部有料となります場所岐阜ファミリーパーク 山形北野少年自然の家クラフトや散策など自然体験軽食の販売大浴場開放ほか岐阜ファミリーパーク体育館午後3時まで屋内用の靴を持参卓球バドミントントランポリンシャッフルボードなど各種スポーツ体験ほか 公園管理事務所、雨天の場合は中止となります。野球場北側広場、サッカー場、ウォーキング教室、バルーンアート、ビンゴゲーム、自然体験工房、太鼓の演奏体験、移動販売者による軽食販売、野菜の販売ほか、テニス場、親子テニス教室、徳山の家、 そば打ち体験。問い合わせ先は、少年自然の家、電話番号229-2888番、体育館229-5380番、公園管理事務所229-3922 22番です。プラザかけぼら、親子で楽しむ 飾り巻き寿司教室。親子で桃の花の飾り巻き寿司を作りませんか日時3月25日日曜日午前10時15分から正午まで。講師刈谷とみさん。飾り巻き寿司マスターインストラクター。対象者定員。小学6年生以下の子供と保護者。 一組二人で15組受講料2500円材料費含みます持ち物エプロン三角巾、マスク付近ラップ持ち帰り容器場所申し込み問い合わせ先3月4日木曜日午前10時より住所保護者とこの氏名学年 電話番号をファックスまたは e メールでプラザかけぼら奥1-104電話番号ファックス番号239-9390番 e メールアドレス p l a z a k a k e b o r a mirror.ocn.ne.jp です先着順となります3月12日月曜日から16日金曜日は臨時休館のため電話がつながりませんファミリーデー火起こしに挑戦野外炊事編日時1 4月14日土曜日。2、4月22日日曜日。時間は午前9時30分から午後3時30分。場所、少年自然の家キャンプ場。内容、日起こし体験カレー作り。1、2は同じ内容となります。対象者、小学生を含む家族。 定員12各20組参加費1人1000円保険料を含みます申し込み問い合わせ先は参加希望日郵便番号住所振り仮名を振った代表者氏名参加人数電話番号を往復はがきで3月27日火曜日までに岐阜市少年自然の家 ファミリーで火起こしに挑戦野外炊事編係郵便番号501-2502山形北の2081電話番号229-2888番へ申し込み者多数の場合は抽選となります岐阜市の電話番号は ホームページアドレスは http://www.city.gifu.lg.jp email アドレスは soudan.city.gifu.lg.jp JP です以上で広報岐阜2018年3月1日号を終わります。